貧乏なうちに娘を買いに来る悪い男の話をな。そいつは親切で優しゅうてちーとも悪い男に見えんそうじゃ。うちに触ってみ、承知せんけえな。折檻されたんじゃろ。痛かったろうが。痛い？死にたいんじゃ。元気出せ。足も島を出て石切り場で働くんじゃ。うちへ帰ったらの、ようお母さんに聞いたらええんじゃ。うちには誰もいません。誰にもこのこと言えませんのじゃ。言うたらいかんのじゃ。なんちゅうかわいいお遍路さんじゃろ。今日からはこの礼をつけてお札しを回りなはれや。おりん、タバコ買ってきたか。しとくぞ。遊んでいかんか。よし、渡ろう。おかみさん、お客じゃ。兄さんは。よして。おりんに恥かかしたらいけません。これはもう長老のおりんの言うとることじゃありませんけんな。本当じゃ旦那さん。ただのおりんの言うてることぞ。一生忘れはせんけんな。